トラバンチャンネル。はい、それでは佐藤輝明選手、中野選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。日本一の実感はお二人どうですか？そうですね、まあビールかけとこの放送もセットで、はい、すごい実感してます。ありがとうございます。中野選手はいかがですか？いや、正直まだあまり実感がないですね。はい。これだけ長く戦い続けてきましたけど、それが終わったっていうところですよね、今。まあ、もう本当にほっとしたっていうのが、はい、一番です。そうですか。すごい一年になりましたね、島根さん、二人。だって中野君と湯浅君だけだよ、世界チャンピオンと日本チャンピオンになる。どうですか？いやー、なんかこんなにいい思いしていいのかなっていう。なんかこれ以上あるのかなって正直思っているんですけど、本当にいい1年を、はい、送れました。ですか。日本シリーズっていう舞台はどうでしたか？いや、もうなんか特別 なんか緊張感というか、まあ、そういう空気感もありましたし、まあ、そういう中で野球ができたっていうのは本当に自分の中でもいい経験になったかなと思います。佐藤輝明選手はいかがでしたか？いや、もう本当に、ね、まあ、CS 日本シリーズとまた違ったシーズンと違った緊張感の中で、はい、まあ、でも本当に声援の後押しのおかげで、すごい思い切ってプレーできました。あの声援の後押しってやっぱレギュラーシーズン違いました？プレーされてて、やっぱり日本シリーズのやっぱり甲子園の声援はものすごかったですね。やっぱり音量上がったよね。いや、めちゃくちゃ上がりました ね、はい、ね。そうですか。中野選手は日本シリーズ CS からのこう調子の上げ具合が光ってたように見えますけども、ご自身ではどうでした？そうですね、まあ、あの CS ファイナルでちょっと不甲斐ない打席が多くあったので、まあ、そこはちょっとなんとか修正しないといけないなって気持ちがあったので、まあ、なんとか、まあ、あまり自分の中で良かったとは思えないですけど、まあ、でもチームのために、まあ、そのバントだったり、まあ、そういうところもしっかりとできたかなと思っています。あ、本当にバントはきっちり決めてチャンスメイクしたっていうのはね、大きいと思う。で、それが得点につながったシーンが多かったんでね、はい、本当にあそこは日本シリーズでバントしてみ、どんだけプレッシャーかかるの。ほんまにやっぱ日本シリーズ経験されてると、そこはもうビビるよ。本当に初球スチールもビビると思いますけどね。あそこサインでしょ？そうですね、はい。ディスボール、いや、まあ、グリーンだったんで、いつでも行けと、はい、行けと。グリーンであそこでスタート初球から切れる、その勇気はどこにあるの？いや、勇気というか、まあ、もうでもサイン出た瞬間にもう一発目いったろうかなっていう感じで、はい、もう思い切っていきました。そこの思い切りの良さがもうはっきり言うと、あのプレーで山本君崩れたようなもんやから、はい、もうセカンドベースでやったったと。そうですね、本当成功してよかったなと思いました。その前にカチン打ってますし、その前に中野君アウトになったんだ。そう、いや、あれも餌巻きの盗塁やと思うんやけど、俺は次の打席のことも、あのクリーンアップのことも考えて強引に行かせたんかなっていうか、あれはグリーンライト、あれもグリーンライトです、はい。そう、そこで走る、この2人の足で崩したような試合やとかね、あの試合は。岡田監督もあの盗塁で刺されたのがあったから、向こうも警戒がちょっとあれだったかなって話されてたんで、はい。だって正直走ると思わない。中野くんを刺してる安心感っていうのがやっぱバッテリーにあるし、はい、で後ろがバッターノイジーやったから、はい、あんまり細かい作戦もないって頭があってボンっていったから、はい、あれはお見事でしたよ。ありがとうございます。もうその盗塁以降もそうですけど、佐藤輝明選手のヘッドスライディングは何度見てもね、うん、なんか日本シリーズ中勇気もらってましたけども、はい、悔しさを晴らすようなツーベースヒットもありましたね、うん、あのあたりのこう気持ちの動きっていうのはどうでした？そうですね、まあ、なかなか、ね、結果は出てなかったんで、まあ、なんとかっていう思いで、はい、うん、まあ、言ってましたね、はい、今日もな、惜しかったな。いい感じがあれ飛びすぎたもんな。ポールの上だったんで、私は右か左か分からなかったんですけど、ようわからんような状況だったけど、なんであんなに飛ぶの？今、まあ、まあ、でもそれが当たんないんですよ。いや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 、かなり飛んでましたけど、でも本当に
構日本シリーズでは本来の力を出せてなかったけど、後半戦のこの連勝連勝の時はもう、ね、月間 MVP も取ってるし、そこの働きがあったのもう間違いないから、はい、まあまあバイオリズムで、でも肝心なところで走るっていう素晴らしい働きだったと思うけどね。いやもうシーズンから見たらすごい。本当シーズンも浮き沈みやったけど、日本シリーズも浮き沈みやったね。そうですね。はい。でもちゃんと最後はグラウンドに立って胴上げ参加できて、やっぱり日本一になれた感想ってどうなのかな。いやまあいろいろありましたけど、まあね、みんなでこう助け合いながら、まあ、最高の結果をつかむことができて本当に最高です。はい。中野さんはどうですか。日本一です。そうですね、あまり先ほども言いましたけど実感もまだないですね。ちょっとないですけど、まあもう少し時間が経てば本当に実感すると思いますし、本当に1年間本当にいい思いができたなと。お互いこう支え合ってっていうのはあったんですか。同期、ね、年代近いしね。同期では支え合うですかあんまり支え合うって感じではないですけど、はい、でもこのあの今年は何もなかったけど、その前の2年ぐらいはコロナの時期とかもあってコミュニケーション取りづらいような時にもやっぱコミュニケーション取ったりをしてたの。そうですね、まあ同期であの同じ野手だったんで、はい、まあ会話とかはすごいしてました、ね。はい、サード固定でセカンド固定でシーズン過ごしてきましたけども、そのあたりはこうやっぱり固定のお互いのこと聞きたいですね。固定のやりやすさとかあったのか。そうですね、ダブルペイに関しても、まあ、やっぱり固定していただいている方が、まあ、ある程度この送球の来る場所というか癖みたいな、まあ、そういう球質とかもそうですし、そういうのもある程度も分かってはくるので、まあ、そこはコロコロ変わるより固定されてる方が、はい、やりやすいかなと思います。サード固定はどうでした。いやまあすごい集中できるというか、はい、本当に、まあ、固定してもらったのは、まあ、大きかったかなと思います。はい、お互いの性格はどんな風に見てるんですか。性格、いやもう本当に素晴らしい先輩なんで、はい、いくつ上になるの。同期だけど先輩だ。2つ上ですね。2学年上です。どんな後輩ですか。いやもう本当にマイペースで、まあ、自分を、はい、貫き通しているなと思っていいですね。こうやって続けてきて、もう明日からは日本一になって、まずオフです。まず明日何する寝ますそうだよね、遅かったしね。寝ます。寝させてください。本当に今日遅くまですいません。本当にありがとうございました。ちょっと最後にじゃあファンに一言ずつメッセージいただけますか。僕からですか。はい。ファンの皆さんの応援のおかげで、思い切ってプレーできました。そして日本一掴むことができました。本当にありがとうございます。はい。1年間温かいご声ありがとうございました。ファンの皆さんの温かいご声のおかげで、日本一を取ることができました。来年も、連覇できるように頑張りたいと思います。引き続き温かいご声よろしくお願いします。ありがとうございます。佐藤選手、中野選手でした。おめでとうございました。